どうもどうも、ゆうです。マリオメーカー2の実況をやっていきます。今日やるコースはこちらのコース。ミスターラバラバ。クリエイトは 0.85% のコース。ナインチャレンジルーム2チェックポイント。レイジングラバーイズユアタイム。ユアタイマー。まあね、9個の挑戦する部屋。2個の中間ポイント。そして溶岩が上に迫ってくるコースという、ことのようです。やっていきましょう。あ、ちょっと待って、ね、向こうのスイッチを押してからか。そしてこの溶岩が迫ってくるので、こいつに捕まらないように行けということだ。まずオンオフで峠を消してからコビキックで、よし、木箱を大芝にして、はいっすね。おっとっといや、はい、しゃがみで抜ける。ここもしゃがみで抜ける。よし、流れが分かれば結構いけるか。溶岩、おお、よしよし、これは蜂を踏んでいく。幅跳び、バックボックス、どうだ。いいね、いいね、いいね。んーで、やべ、なんだこれ、なんか違うな。こいつを踏んでいくと中身が足場になっている。さーて、これはこれで、こいつを上に引き寄せてからくぐっていく。おっと、アリさん、アリ兵さんじゃないですか。アリ兵だっけ、あいつ。いいのか、ハポトするとちょうどいい、いい感じだ。さあ、中間ポイント。おっと、そいつは、おお、いいね、いいね、いいね。いいっすよ、いい感じっすよ、初見で。流れでいこう。ちょっと待って、間に合わねえぞ。やべ、取りつけた。うわ、このくねくねしてるとこむずいぞ。よし、ここスムーズに。おっと、溶岩が危ねえ。さあ、木箱を透明度感で運びながら、もっ、くそー。いや、最初そうでもなかったんだけどな。なんか溶岩だんだんきつくなってきたね。最初らへん、まあまあ余裕があったんですけど、これで木箱を持って間に合う。おお、溶岩止まったな。さあ、これはバネを置いてパウを救出。そして透明度感を、おお、ドワッショイ、ドワッショイ、ゴールが出てきました。レッドパウ、赤パウでブロックを破壊してゴールでしたね。ちょっと急にゴール出てきたんでびっくりしたんだけど準備ができないでしょう。いきなりゴールしたわ。いや、いいっすね。縦スクロールじゃないっすね。まあ、迫る溶岩からひたすら逃げるコースだけど、これはなかなか面白いコースじゃないですか。ダイビングガーデンですか。やっていきましょう。ドゥンドゥンドゥン。これは、あいやー。かっしゃい。おーおーおー、リフト。こわ、これなんか一応、目印があるっぽいんだけど。この目印を目安になんかやっていけばいいのか。あい、おっと、うわ、はいはいはい。うん、うん。よし。はいはいはい。んで、飛んで、勢いがないっすよ。てん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 。いわゆるね、改造コースというやつですか。海外で、これ言うのはね、海外に多い系統のね。はいはいはい。さあ、ちょっと待って、落ち着こうか。よーし、まあ中間だ。中間なんか来そうな雰囲気があった。うんうんうん。え、ああ、はいはい。で、これはなんだ、これなんだ。おお、わお、くそ、あー、はいはい、いいね、いいね。
いいですね。そんで、ああちょっとこれ、ああ待ったら無理か。さあこれ研ぎぞう、研ぎメット研ぎぞう、おおここ、ああそういうことね。土上の土管だ。いやーまあ確かにね、ヒントはあるんだけど、ヒントだけ見てるとそれはそれでね、おかしなことになっちゃう。ちゃんと動きを見てないと。よいしょー、もう一個中間か。さーて、これは普通のジャンプでいいのか。 OK、 そうして、え、これ、あーそのままそのまま一気にいっちゃっていいのか。トゥントゥン、もも、おい、はいはい、いいね、いいね。ここはスピンで、こういう印は分かりやすいね。おぎおぎ、よしよし。おっと、上にもワープ。下ではね、ブンブンさんが生えてますがね。さ、よし。おお、いいですね。ティン、まあまあまあ印があるので多少遊びやすいですけどね。結構あのドスンだ、鉄球だ、最近のアップデートに追加された要素とかもね、いろいろありましたね。いいしゅ、これもまあ、これもまあね、チェックポイントも2つあって遊びやすい改造コースだったんじゃないですか。The floor is snake block. レッドなんとかさんのコースやっていきます。レッドなんとかさん。なんとかさんでいいのか。待て待て待て。スネークブロックに。ガーリガリの強制スクロールコース。さあ、これ、ガリガリの中に足場が仕込んであるよ。え、なに、届かない。届かないよ、これ。ダッシュジャンプしていく。うー、怖っ。さて。まあ、ここは、高く飛びすぎないように、スピンジャンプ。うぅ、よし。こわっ、うわ、こわっ。よっしょ。なんだなんだなんだ、お前。うわ、なんだい、やばい。うわぁ、ちょっとそれはあかん。よしよしよし、いけるか、いけるか、よーけ、おーけ、ええ、何せ赤いコイン、いや、あそこ足場ないじゃん。赤いコイン、罠だ。赤いコインのところは、避けていくと。ええ、何すこれな。あー、ちょっと待つんかな。ゴールが、この後なんだが。あー、ちょっと、焦りすぎたか。もうちょい待つ。ディンディン。そうだ、よくよく考えたらこの BGM ってラスボスの BGM なんですよね。マリオワールドのクッパの最後の決戦の BGM っすね。いいっすね、マリオワールドの。リオワールド原作でね、原作のなんか隠しステージみたい。まあこんなコースはないんだけど。ぬ、よし。いよーこ、おい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 、よいしょ。しゃあ。なんやかんや言ってるうちに、何度か行けた。ラストはね、落ち着きが大事でしたね。最後のところ強制スクロールでね、足場もスネークブロックなんで動いてるんですけど、そこを焦らずに冷静にやっていけばいける構図でした。あーす、よし、まあそんな感じでね、今回は終わります。ありがとうございました。